もちろんそのもう原作ファンもいらっしゃるし、その根本的な聖夜のハートはなくさずに、実写なのでそこから何か新しいものを作り出すことを意識して人間の聖夜を作り出していこうという話をしていましたね。まあ、実写聖夜はまた新しい聖夜になっていると思うので楽しみにしていてください。まあ、ところどころ違ってるというか、まあ新しいところもあるんですけど、まあ、どこか自分に似ているところがあるのかなと、失敗しても立ち上がる、諦めないっていうものは見ててとても清々しいものなので、よし行けって思えるようなキャラクターになってると思います。僕はこの前見させてもらったんですけど、知っていながらもそういう気持ちになったので、きっと皆さんもそう思ってもらえるんじゃないかなと思います。応援したくなる存在だと